君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、アパシー、鳴神学園七不思議、殺人クラブ、逆殺人クラブなんか早口言葉みたいになってきたな。やっていこうと思います。というわけで、前回ね、だいたい勝ってしまったので、残り新井と福沢を勝っていきます。新井、この移動から入ります。校舎裏、みんなバラバラのところに、本編とね、違うところにいるのは、それはそれで面白い。まあ、でも逆に、そっか、それ逆殺人クラブルートを先にやっちゃったら、分かっちゃうからか、場所が。ね。坂上くん、あなた、間違いなく僕のところへ来ますよね。ただじっと待っています。逃げも隠れもしません。本来なら、狩る側の僕が獲物である坂上くんから逃げたり、隠れたりする必要はないのでしょうが、あなたは特別です。僕だって、逃げ出したくなりますよ。でも、それ以上に興味があるんです。坂上周一という一個人に。だから僕は逃げません。いや、来ましたね。待っていましたよ。思ったより早かったじゃないですか。それに、もう首輪をしていないじゃないですか。なのに逃げないということは、僕たちへの復讐ですか。日野さんは抵抗しましたか。美しく死にましたか。殺していない。まだ生きているよ。おや、それはおかしいですね。あなた、相当の修羅場を経験している人殺しでしょう。あなたがただ者でないことは、針を刺すまで見抜けませんでした。でも、僕はあなたに一本目の針を刺した瞬間に、全身を電撃が貫きましたよ。針を刺されて、笑顔を見せる人間は、その手の趣味を持った人間しか普通は考えられませんから。でもあなたにそんな趣味はない。となると、ある条件を満たした、ごく稀なタイプということになる。自分の受けた痛みと屈辱を何倍にもして返せる人種。その訓練を受けている人間だ。あなた何者ですか？本当に高校生ですか？時間がないんだ。無駄口はいいから、鍵を渡してくれ。鍵？首輪がないのに、どうして鍵がいるんですか？日野が必要としてるんだ。ああ、日野さんに首輪をはめてきたんですか？それは非常に興味をそりますね。どうやったのか、ぜひお聞きしたいところです。さっさと鍵をよこせ。おしゃべりはその後だ。坂上くんの強さは見てわかります。逆らったら何をされるかわからない。おそらく、死にたくなるほどの激痛を味わわされるんでしょうね。わかってるんなら、さっさと鍵を渡せ。それが渡せないんですよ。何？鍵はここにはないんです。あなたは規格外に強い。もし僕なんかが捕まったら、ひとたまりもない。あっという間に殺されて、鍵を奪われるでしょう。そんなことすぐにわかりますよ。あなたは、今までの獲物とは違いますから。だから僕は鍵を隠してしまったんです。見つからないところにね。余計なことを。まさか、すでに首輪を外していて、その状態で僕の前に現れるなんて、一体誰が予測できますか？あなたに捕まったら殺される。じゃあどうして逃げなかった？逃げれば済むことだろう。あなたに興味が湧いたからですよ。本来狩られる側のあなたが、格別に強い。おそらく、僕たちが束になってかかっても勝てないでしょう。確かに僕たちは殺人クラブという活動を通して人間狩りを行っています。でも、狩られるのはいつも弱者です。人生の勝ち組ではない、負け組です。あなたもそのはずだった。そのはずだから選ばれた。なのにどうですか？あなたは弱者じゃなかった。とても強い人だった。おかげさまで、それを見抜けた僕は、必ずあなたが鍵を取りに来ると思いました。それがわかっているのに、鍵を持っている馬鹿がどこにいますか？この鍵は僕の命綱だった。でも、あなたは首輪をしていない。だから鍵にはもう価値がない。と思えば、日野さんを助けるために鍵がいるという、この鍵は僕の命綱だった。でも、あなたは首輪をしていない。だから鍵にはもう価値がない。と思えば、日野さんを助けるために鍵がいるという。あなたを殺そうとした張本人だ。その人間をどうして助けるんです。あなたの思考回路が理解できません。でも、僕は鍵を隠して正解だったようです。少なからず、僕はあなたに抵抗を試みることができますから。ぐだぐだとうるさい奴だな。で、どうしたいんだ。そうですね。僕の質問に答えてもらいましょう。それでは、こんな感じの質問をしたいんですけれど、どれから答えてもらえますかね？おー、ちゃんと新井さんの曲だ。じゃあ、あなたは何者ですか？ほほう、あなたは何者ですか？という質問ですか？実はその質問、とても興味があるんですよ。実に楽しみです。さあ、答えてください。鳴神学園1年 E 組、坂上周一だ。あなた、僕のことをバカにしています。僕の知りたいことは、そんなことじゃない。新聞部に在籍している。あのね、舐めた答え言ってると、鍵のありかは教えませんよ。
何か運動部にも入ろうか検討している最中だ。鍵の場所は教えません。絶対に教えませんよ。あなたのその態度のせいです。残念ですね。ヒヒヒ。じゃあここでは、なぜ日野さんを助けるのですかを選びます。なぜ日野さんを助けるのか、僕にはそれが理解できないんですよ。ぜひ教えてほしいです。約束したからだ。何を？助けると。は？あなた頭がおかしいんですか？相手は平気で約束を破るような人間ですよ。僕たちは同じクラブのメンバーですが、誰もお互いを信用なんかしていませんよ。いつ誰が裏切ってもおかしくない、そんな連中の集まりです。あれを見て、あなただってそれは感じたでしょう。なのに日野さんを助けるって、あなたにどんな得があるんですか？ぜひ、理由を知りたいです。ただ、約束したから。約束なら破ればいい。それが約束というものでしょう。できることなら守りたい。約束は守るためにするものだ。坂上くんのなんかテンション感がよくわかんない。なんか悪いやつなのかいいやつなのかみたいなね。どんな取引をしたんです。よほど得になることでしょうね。約束を守ることができたら、それだけで嬉しいじゃないか。わかりましたよ。僕とあなたはどうやら住む世界が別の次元らしい。おそらく、これ以上話を聞いても平行線だ。あなたの思考回路を理解することはできない。おそらく、僕の最も嫌いな偽善者という種別の人間ですね、あなたは。そしたら一旦僕を殺しますかを選択します。僕を殺しますか？これも聞きたかったんですよ。日野さんを生かしたのに、ここに現れたことがどうしても理解できない。思い当たる点は一つ。僕に針を刺されたことに対する怒り。そして、そこから来る復讐心。僕も同じ目に遭わせたい。そうですよね。そのためにここに来たんですよね。鍵を渡してほしいなんていうのは、ただの戯言だ。鍵なんか、実はどうでもいい。あなたが受けた屈辱と痛みを僕に与えたい。そうしなければ、腹の虫が収まらない。あなたの目は殺人鬼の目だ。聞かせてくださいよ。僕を殺したいんでしょう。僕を殺しますか？殺すつもりはない。お前は、卑怯で弱い人間だ。俺と戦ったら、死ぬだけだ。そんな弱いものをいじめて何になる？お前は殺す価値もないんだよ。馬鹿にしてます。どこまで僕を馬鹿にしたら気が済むんですか？あなたが強いのは分かっています。なのに僕を殺さない？よほど僕が弱いということですか？いいでしょう。だったら僕はここで自殺します。自分の首を切って死にます。鍵のありかは教えない。僕だってナイフくらい隠し持っていますから、このナイフを首に刺せば死ねますよね。それ以上動かないでくださいね。動けば、僕はこのナイフを首に突き刺します。あなたはどうします？日野さんを助けることはできない。僕を殺すつもりもない。と言った。でも、僕はあなたのせいで死ぬ。いわば、あなたに殺されたも同然だ。あなたはできもしないことばかりをほざいて、何一つ叶えることができない。僕はね、あなたが苦しむ姿を見ながら死ねるなら本望ですよ。さあ、そこで僕が死ぬのを見届けなさい。やめろ。バカですね、あなた。お前。僕が本当に自殺するとでも思ったのですか？するわけないでしょう。僕の心が読めませんでしたか？あなたの負けですよ。僕はね、自殺する寸前でやめようと思っていました。もちろんナイフは突き刺します。でもね、首はどこに刺しても死ぬわけじゃないんですよ。動脈を傷つけないように突き刺せばいいんです。細い刃のナイフを持っていたのも幸運でした。本当にナイフを突き刺さない限り、あなたを騙すことはできなかったでしょうから。寸前で止めるつもりなら、筋肉の動きや僕の感情の起伏を読み取って、あなたは動じないでしょうから。だから、僕は本気で突き刺すつもりでナイフを首筋に向けた。あなたは動くと思いました。偽善者ですから。僕を助けるために自ら犠牲になるなんて、本当に理解できません。それであなたは、自分が勝ったと思ってるんですか？自分の役目を果たしたと思ってるんですか？あなたは自分が死ぬことで、何かを変えることができたと思ってるんですか？答えはノーだ。ノーですよ。何も変わらない。あなたは無駄死にです。無駄死になんですよ。ひひ、ひひひひひ。あ。おや、今のは、爆弾が爆発した音ですか？そうですか。日野さんにはめた首輪が爆発したんですね。ということは、僕が殺人クラブを引き継げましょうか。反対する者はいないでしょう。なあに、いたら始末すればいいだけです。ひひひひひ。次の部長は荒井翔司。やっぱ荒井さんが部長になる方がなんか信頼できそうですよね。殺人クラブなのに信頼できるってなんかよくわかんないですけど。はい。というわけで戻ってきたんで、このあなたは何人殺しましたかを選んでいきます。あなたは何人殺したかという質問ですか。
あなたのあの狂気に満ちた表情を見て、私は理解しましたから。あなたが人殺しだということをね。さあ教えてくださいよ。何人ぐらい殺しているのかを。針を貸してくれ。針ですか？そう、さっき俺に刺した針だ。あの針を貸してくれたら答えようじゃないか。下手なことはしないでくださいよ。針は貸しま、ひ。遅いよ。そんな動きで。よく今まで人を殺せたもんだ。これからお前の体に針を刺す。一本。あが。どうだ。一本刺されただけで気が狂うほどの痛みだろう。今刺したのは顎の関節だ。お前は、ただ闇雲に針を刺してきたが、あんなもの適当に刺されたって非効率なんだよ。一本あればいい。一本で殺せもするし、拷問もできる。安心しろ。この顎関節はな、針で刺しても死ぬほどの激痛を味わえるだけで死には至らない。ただし、殺してほしいと頭を下げたくなるほどの激痛を伴う。一本で許してほしいなんて言わないでくれよ。お前が知りたい数だけ針を打ち込んでやる。俺が今までに何人殺したか、針の数で教えてやるよ。やめて。針を抜いて。なんだ、たった一本で降参か？それじゃあ鍵を隠した場所を教えてもらおうか。鍵は、焼却炉の中。そうかい。それじゃあもう一本だけ針を刺させてもらうよ。なあに、心配することはない。眠りに落ちる壺だ。このまま眠っていてもらおうか。はう。焼却炉の中と言ったな。あった。新井さん、しばらく寝ていてくださいね。お、普通に、いけた。よしよし、じゃあ残るは福沢玲子か。もう、旧校舎なんだね。最後、旧校舎っていいね。まあ、順番によっては別に最初からこっちに来た可能性もあるわけか。4階。生物室。まあ、生物室だもんね。やっぱね、福沢といえば。来ないかな、坂上くん。私、旧校舎に隠れることができて、ラッキーだよね。ここっていかにも隠れそうな場所でしょう。坂上くん、絶対にここを最初に調べに来るよね。しかも生物室、わかりやすい。一番最後ですけどね。あ、早く来ないかな。坂上くんの内臓どんなだろう。ピンク色で、まだ新鮮だよね。年寄りの内臓って、生きているのにどす黒くて、もう死んだみたいな色してるから嫌いなんだよね。見ていても楽しくないし。でも失敗したな。新聞部で気づかないふりして、殺しちゃえばよかった。そうすれば、あの場で坂上くんは私のものになったんだよね。ああ、私ってば、本当にそんな性格。周りに愛想振りまいていつもニコニコしてるから、ああいう時もついつい譲っちゃうんだよね。あ、来た来た。坂上くん、やっぱり来たよ。坂上くん、待ってたよ。あはは、こっち見た。あれ、おかしいな。首はしていないけれど、見間違い？見間違いじゃないよ。やっぱり首はしていないや。坂上くん、どうしたの？首は外しちゃったの？ああ。どうやって外したの？ちょっと教えてほしいかも。それより鍵だ。鍵をよこせ。鍵？鍵って首輪の鍵？だって首輪してないじゃん。どうして鍵がいるの？今、首輪は日野がはめている。それを外すために鍵がいるんだ。日野様が首輪をはめているの？すごい魔法みたい。どうやって日野様に首輪をはめたの？教えて教えて。時間がないんだ。さっさと鍵をよこせ。つまんない。それよりさ、坂上くんが殺人クラブを乗っ取っちゃえば。そうすれば、私は坂上くんに仕える部下になって、毎日坂上様って呼んであげるよ。別に殺人クラブのリーダーなんて誰でもいいもんね。私は好き勝手やれればそれでいいもん。リーダーなんてめんどくさいものは他人に押し付けて、そいつを裏から操ればいいわけだし、日野様よりも坂上くんの方が絶対に扱いやすいもんね。それに、日野様に首輪をはめたってどうやったか知らないけれど、それはもうそれだけですごいって証でしょう。それにあの目、常人の目じゃないよ。あの目、人殺してる目だよね。私にはわかるもん。あれ、絶対に逆らっちゃダメな目だ。鍵をよこせ。はい、どうぞ。ここに置いておくね。随分と聞き分けがいいじゃないか。お前の性格が読めない。本物の快楽殺人鬼か。さあ、本物とか偽物とかわからないけれど、私は強いものには逆らわない。長いものには巻かれる。それだけだよ。坂上くん、私より強いもの。さっきはひどいことしちゃってごめんね。命令してくれれば、坂上くんの上履き、綺麗に舐めてあげるよ。そんな趣味はない。それより、始まりました。BGM が平和。じゃあ上から聞いていこうか。お前人殺しが好きなのか？あ、やべ。カウンターゼロ。間に合わなかったか。残念だったな、日野。仕方ない。全部終わらせちまうか。その日、
鳴神学園で7人の生徒が行方不明になったという。日野貞夫、新藤誠、岩下明美、風間望、細田智春、新井昌司、福沢玲子、彼らの消息を知る者は誰もいない。そっか、日野を入れて7人か。お、なんか続いたんですけど。ゲームオーバーかと思ったら続いた。おはよう。あ、おはよう、倉田さん。こらこら、元気出せ。次の代の部長は私、副部長は坂上くんなんだからね。朝日奈部長も消えちゃったの？あはは、お手柔らかにお願いします。あ、でもあれか。朝日奈、次の代ってことは朝日奈部長は別にいるけどってことか。それでさ、次の校内新聞から消息不明になった日野先輩たちの特集をシリーズで組みたいんだよね。え、聞いてないけど。当たり前だよ。今初めて坂上くんに話したんだから。でね、あの日生き残ったのは坂上くんだけじゃない。やっぱり坂上くんの証言が一番大事だと思うんだよね。僕は何度も言ってるけれど、何も知らないよ。集会が終わったらすぐに帰ったから。本当かな？本当は坂上くん何か知ってるんじゃないの？あはは、僕は何も知らないよ。僕は怖いの苦手だから。あはは、そうだよね。坂上くんもう3年になるのに、1年生にからかわれてばかりだもんね。もう少し強くなった方がいいよ。優しいだけじゃ男はダメなんだから。今度私が鍛えてあげよっか。あはは、遠慮します。あ、私別の打ち合わせがあるからまたね。特集の件、考えておいてね。顔変わるか？顔変わった。髪色も変わった。真実を知らない一人。無言であのね、ビジュアルに変わって終わるのちょっとシュールだね。はい。まあ、なんでちょっと時間が足りなかったんで、ちょっと手前からやり直して、さっきのあの、福沢さんのとこまで戻ってきます。はい。というわけで戻ってきたんでね。やっていきます。次、2個目。お前に罪悪感はないのか？罪悪感？ないな。でもどうしてそんな質問するの？坂上くん、私たちはたまたま日本に生まれたんだよ。食べ物も考え方も法律も、それはすべて日本に生まれたからのものであって、人間として正しいものじゃないよね。私たちは日本人である前に一人の人間なの。人間にとってさ、何が正しくて何が常識かなんて、そんなものは誰にもわからないんだよ。戦争なんて互いが互いの正義のために戦うだけであって、結局最後は力のあるものが勝つわけでしょ。だったら力のあるものに従えばいいわけだし、それが正義ってことじゃん。それとも坂上くんは何が正義か分かっているの？本当に分かってる？もしかしたら坂上くんが正しいと思ってることは環境に洗脳されているだけで、他人から見たら間違っていることかもしれないじゃん。だから私はさ、私がいいと感じたものに従うし、楽しいと思ったことをするの。それに対していちいち罪悪感なんて持っていたら生きていけないよ。それとも坂上くんは毎日楽しく生きていくことに不満なの？辛い思いをして我慢しながら生きていくことが美徳なの？自分が楽しければ周りは犠牲になってもいいってわけか。そんなこと一言も言ってないじゃん。坂上くん、偉そうで感じ悪いな。私はさ、日本にいるからって押し付けられた常識や法律が本当に正しいのかって言ってるだけじゃん。日本に住んでいるんだから日本の法律や常識に従えって大人は言うけれどさ、私さ、日本に住まわせてくれって一言も言ってないよ。勝手に日本に生まれちゃっただけなのに、どうして日本は日本の考え方を押し付けてくるの？嫌なら出てけって言われてもさ、簡単に出させてくれないじゃん。出てけって言うくせに、パスポートないと外国行けないし、未成年は一人じゃ何にもできないし。大人は勝手だよ。結局、自分の言う通りにさせたいだけなんだよね。だから私は従わない。私は自分で考えて自分が正しいと思ったこと、自分が好きだって思ったことをする。でも、私もそれなりに理解しているからさ、普段はこうして学校に通って、おとなしい普通の女子高生のふりをしているよ。普通のふりをすることが大事っていうのもわかる。でも、中身は変えられないよ。私は私、好きなことをする。これでも結構我慢してるんだよね。坂上くんなら、私のこと理解できるよね。キャハハハハ。なぜ俺に復讐するんだ？このなんか、敬意が出てくるはずだよね。ああ、あれね。上履き舐めさせたこと、根に持ってるんだよね。ごめんごめん。後で何でもさせてあげるから、もうそのことは許してよ。ね。もっと楽しい話しよう。その方が楽しいじゃん。教えてほしい。何が恨みかって？特にない。私、坂上くんに復讐する理由ないよ。あのね、この殺人クラブってさ、クラブのメンバーが復讐したいっていう人を選んで復讐するんだけれどさ、まあ大体は一致するのよ。あいつの顔が気に入らないとか、あいつに足を踏まれたとか、あいつのせいで食堂のカレーパンが売り切れてしまったとか、そんな理由が多いかな。あはは、面白いでしょ。私思うんだけれどさ、どうでもいいことだよね、そんなこと。でもさ、
そういうどうでもいいことが積み重なって恨みが膨らむみたい。私、わかんないんだけれどね。で、坂上くんの場合もそうやってみんなの恨みが積み重なって今回めでたくターゲットに選ばれたわけだけれど、私は特にないんだよね。坂上くんに何かされた覚えもないし、別に恨みもないよ。でもさ、その場の雰囲気ってあるじゃん。雰囲気って大事じゃん。みんなが今度のターゲットはこいつだーってノリノリになっている時に、私は別に恨みはありませんって言える？言えないっしょ。だから私も坂上くんに嫌なことされました。だから復讐したいですって言ったの。理由は何だったかな？忘れちゃった。だってどうせ大したことじゃないもの。でもさ、クラブ活動だから、みんなとの協調性が大事だし、協力して一つのことを成し遂げるのってかっこいいしね。それに、私は誰か死んでもその後のお楽しみがあるし、そう、死体回収。私ね、いつも死体回収の役を買って出るの。みんなはさ、人を殺したらそれで終わりなんだよね。どうしてかな？人は死んでからの方が面白いのにね。坂上くんも好きでしょ、死体を見るの。私わかるもん。絶対坂上くんって私と似てるもん。まあ、そういうわけで、今後とも一つよろしく。縛らせてもらいましょう。それはやだ。私、束縛されるのって嫌なんだよな。これ、実際に縄で縛るって意味じゃなくてね。家でも何時までに帰ってこいとか、あれをしろ、これはするな、これを食べろ、あれは食べるな。いちいちうるさいんだよ。でもさ、私はきちんと従っているよ。だって親だし、親がいないと生活できないし、でも成人したらどうでもいいかな。親には感謝しているけれど、いつまでも一緒にいたいとは思わないから、殺すかどうかはわかんない。その時に考えればいいんじゃない？あ、ごめんね。話それちゃったね。だから縛らないでね。お前の意見は聞いてない。お前の意見は聞いてない。縛らせてもらう。仕方ないな。痛くしないでね。あ、そこは痛いって。ちょっと。あ。ん？あ、ごめん。なんか殺すつもりなかったんだけれど、手が勝手に動いちゃって。キャハハハハ。坂上くんが悪いんだよ。人の嫌がることをするから。本当に殺すつもりはなかったんだけれど、反射的に護身用のナイフで刺しちゃったんだよね。でもこれでわかったでしょ。人が嫌だっていうことは絶対にしないこと。殺されたって文句言えないよ。キャハハハハ。お前らはいいのか。あれ、首輪が爆発した音かな。日野様がはめた首輪、爆発しちゃったんだ。キャハハ、これで次の部長は、私だったらやだな。そうだ、風間さんでいいや。あの人扱うの楽だし、ちょうどいいよね。キャハハハ。次の部長は福沢玲子ってちゃんと疑問がつきましたね。福沢玲子部長になったらなんか、はちゃめちゃになりそうだな。わかんない。なんか、これだからこれでいいんじゃないってなんかすごい適当にいろいろ言われそう。てか、そもそも殺人クラブだって、クラブって部長って言うの？クラブ長的なあれじゃないのかな？部じゃないからね。じゃあ自分で縛れにします。縛られるのは嫌だって言ったじゃん。自分で縛るのだって嫌に決まってるでしょ。言った。坂上くん女の子を叩いた。今私のほっぺを叩いた。坂上くんって女の子を叩けるんだ。幻滅。お前は女である以前に殺人鬼だろ。次は容赦しない。歯がへし折れるほどの強さで殴ってやるよ。俺と戦うか。はーい、ごめんなさい。言う通りにします。でも自分で自分を縛るなんてしたことないから、おかしくても文句言わないでよね。よいしょ。よいしょ。あれ。これでいいかな。できました。ちょっと何すんのよ。お前が縛った上から、もう一度縛り直すんだ。だったら最初から縛ってくれればいいじゃん。お前みたいな奴は何をするかわからないだろ。俺が縛ってる間に、隠し持ったナイフで殺されそうだ。ま、実際それで死にましたからね。私そんなことしないよ。坂上くんが殺人クラブのリーダーになったら、ちゃんと服従するもん。お前みたいな奴は、自分の意志と関係なく人を殺すんだ。お前は息を吸うように人を殺せる。そういう奴の心は読めないよ。ああ、そういえばそんなこと、昔お医者さんに言われたことあるかも。すごいね、坂上くんって。お医者さん？あれ、坂上くんって縛るのうまいね。全然痛くないのに、ちっとも動けないよ。これからは、縛られる時以外は坂上くんにお願いしようかな。おとなしく待っていろよ。はーい。お、これで、いけるっぽいぞ。お新聞部に行くんだった。